はい、皆さんおはようございます。トリグマです。私は今、韓国ソウル駅前に来ています。今回の動画はですね、ソウルから東京まで飛行機を使わずに帰るとどうなるのかということをちょっとやってみたいと思います。まずですね、このソウルから釜山までは、韓国の新幹線 KTX を利用いたします。それでですね、釜山からは博多まで、今度は船ですね、高速船のビートル、JR 九州の船ですね、こちらを使って博多に上陸。で、そこで日本入国して、博多から東京までは新幹線、山陽新幹線と東海道新幹線、こちらを使って帰っていきたいと思います。でですね、いつも私飛行機を使って、飛行機系 YouTuber というカテゴリーになると思うんですけれども、今回全くその飛行機を使わずに、移動ですね、しかも国際間の移動をやってみるとどんな感じになるのかというものを見ていただければと思います。それでは皆様ぜひ最後までご覧ください。はい、ソウル駅の様子はこんな感じですね。結構明るいですね。日の光がたくさん入ってくる、そんな感じの駅になっています。こっちは切符売り場なんですけれども、もうすでにね、あの切符の方は、事前に購入してあります。コネストというサイトですね。で、そちらからもあらかじめ決済もすべて終わっております。今回乗車するのは10時27分です。その KTX23号でいいのかな。ホームは5番ってことかな。はい、じゃあですね、5番ホームの方に、降りていきます。で、韓国はですね、信用乗車方式といって、改札はないんですよね。あらかじめ切符を購入しているという前提で、進んでいくわけなんですけど、もし検察があってない場合は罰金があるという、ね、ヨーロッパとかでよくある方式ですね。次が7ですね。7の、2A ですね。で、今気づいたんですけど、こちら車両がですね、この車輪かがですね、こういう2つの車両にわたって、ついてある、何方式って言ったっけかな、ちょっとね、後で調べておきますね。これって確かね、TGV もそうですよね。フランスの TGV もこんな感じだったと思いますね。はい、じゃあ7号車乗っていきましょう。2A ですね。はい、10時45分、観音駅に到着です。KTX 最初の駅までは一般の車両と同じ線路を利用するために速度は上げられなかったのですが、それ以降は専用の線路を使ってるみたいで、最高時速が305キロかな、そのくらいだと思います。ちなみに今の速度がこのぐらいですね。11時39分、太田と書いて、テジョン駅に到着です。車内はこんな感じです。
정대구역을 도착합니다. 두고 내리는 물건이 없도록 좌석 주변을 다시 한번 살펴보시고 선반이 물건을 내리실 때는 안전하게 내리시기 바랍니다. はい、日本語、中国語、英語、韓国語の自動放送の後に、肉声での車掌さんのね、韓国語の放送がありました。ちょっとその辺はね、日本と似てるのかもしれませんね。もうすぐですね、トンテグ駅だそうですね。テグに到着です。12時55分、ウルサン駅到着です。到着ですね。まあシート周りやってなかったと思ったらこんな感じです。こうやってね、足の背も足のありますけれども、多分ね、使わない方が広く使えると思います。それとですね、コンセントあると思ったんですけれども、普通車はですね、こういった柱に一つしかついてないので、ちょうどこういうような、今回私が乗ったような席だとコンセントは使えないような感じでした。はい、日本の新幹線と比べても車両の幅自体は確かに大きくないので、2列のね、シートとなっています。シートの間隔はこんな感じ。時刻は13時19分ですね。もともとは13時13分かなんかの到着予定だったので、少し遅延してますね。ちょっとね、せっかくなんで車両の前まで見に行きたいなと思っています。ちょっとこう見るとね、ホームも少し低いですよね。で、まあ線路の幅は多分これは標準機と呼ばれるものですね。韓国は在来線も新幹線もこの KTX もこの標準機を使っているので、一番最初みたいに並走というか、ね、一緒に走れる区間が、ね、あるわけですね。はい、一番後ろというか、ね、先頭車両の方にやってきました。客車は、ね、ここまでで、これがいわゆる機関車ですね。あ、ここから先はいけないかな。こういうふうにですね、機関車が前と一番前と一番後ろにあるのかな。で、客車には確かね、モーター部がないっていう風に言ってますので、そうですね、パンタグラフはここだけにしか見えませんからね。はい、こういった感じで、フランスの TGV とね、多分これは同じ方式だと思います。はい、ソウルからプサンまで、3時間弱ですねの旅になりました。なかなかね、揺れも少なくて、で最高速も305キロか出してね、かなり快適な車両だと思いますね。こういった車両と車両の間にね、こういった台車がある、連接なんとかって言ったかな。はい、こんな感じの、KTX の乗車でしたね。それじゃあですね、もうちょっとね、駅の上に上がっていきたいと思います。ここはファーストクラスですね。2列1列の座席配ですか。はい、KTX は今、第1世代から第3世代まで確かあるのかな。で、これはおそらく一番最初の世代じゃないのかなというふうに思うんですけど、ちょっとね、その辺は詳しくないんで、わかんないんですけれども、向こうにも止まってますね。一番の、韓国の中でもソウル、プサンというのは一番のドル箱路線のようですね。東京、新大阪、そんな感じなんだと思います。はい、プサン駅の構内ですね。当然出るときも多分改札はないですね。
はい、ここからの KTX は、ね、ほとんどソウル行きのようですね。ソウルは出た時、ソウルを出た時の車内はですね、ほとんど満席で、私の隣もいたんですけど、テグまで行くとですね、もうだいぶ、車内の方も空いてきて、隣も使えるようになった、そんな感じでしたね。はい、ではですね、韓国の新幹線 KTX でソウルから釜山まで到着いたしました。はい、釜山の、ね、駅に今 KTX で到着しました。この列車ですね、ちょうど今上から見てます。この列車で、ここ釜山に到着いたしました。はい、それではですね、今回の、企画、ソウルから飛行機を使わずに東京まで帰るということで、ソウルの南の玄関口釜山まで到着したわけなんですけれども、ここからはですね、高速船船を使って、福岡博多に向かいます。ただですね、今回はですね、この釜山の方で1日ちょっと1泊、取ってありますので、そちら釜山の滞在期旅行期の方はまた別の動画で、公開していきたいと思います。それではね、ここからちょっと釜山の港に向かうあたりまでちょっと時間の動画のを飛ばさせていただきます。はい、それではですね、韓国ソウルから、日本の東京まで、飛行機を使わないで帰る、2つ目の乗り物はですね、こちらですね、韓国釜山の今フェリーターミナルの方に来ています。それでですね、こちらから高速船のニュービートル、これでですね、博多港に向かいたいと思います。それではですね、早速ターミナルの中に入ってチェックインをしていきたいと思います。はい、3階の出発階に来ましたけれども、めちゃめちゃ綺麗ですね。こういった感じで、ちょうどね、クイーンビートルのカウンターはこちらですね。はい、クイーンビートルだと下関行きの浜湯、これまた福岡行きのニューカメリアとありますね。今一応パスポートとビジットジャパンの確認がありました。なんか先頭で並びについた感じですね。はい、こちら釜山港です。これから乗るクイーンビートル、かっこいいですね。はい、これが JR 九州なんですね。予約するまでは知りませんでした。はい、じゃあですね、またちょっとイミグレーションの時間まで待ちたいと思います。そしてこの出発階のね、一番奥に、こちらイミグレーションがありますね。まだかな、1時半からですね。ここになんか薬局みたいなのもありますね。はい、13時半になりました。イミグレーションを向かいます。じゃあですね、ここからはイミグレーションになりますので、一旦カメラ止まります。はい、簡単な保安検査とイミグレーション抜けました。保安検査はですね、特に水を持ってても問題ありませんでした。パソコンを出すということもないですね。ただ X 線の機械に簡単に通すだけでした。はい、ボーディングは10時20分ということで、あと40分以上ありますね。15時ちょうど発クイーンビートル452便、福岡行きはただいまより皆様を船内へご案内いたします。チケットのみご指導お願いします。さん、いざ搭乗ゲートを通過しました。これから乗船します。こんにちは。こんにちは。ロッカーとかね、荷物置き場、こちらの方もちゃんとありますね。はい、ビジネスクラスのシートはこんな感じです。はい、あとですね、自販機はですね、飲み物、ビジネスクラスは、無料になっているみたいですね。ちょっと何かいただいていきましょうか。はい、それとね、入り口で配られたアメニティをちょっと見ていきましょう。こちらスリッパと、あとね、こういった袋に入ったアメニティキットもらいました。これもちょっと開けていきますね。こんな感じで、トラベルシールドハンドジェル。これもなんかハンドケアって書いてありますね。これはアイマスクかな。
本線はこれより福島海峡を通り、博多港へは18時40分の到着を予定いたしております。時刻は14時56分、ほぼ定刻ですかね。到着予定は18時40分ということです。これ正面な손님여러분께안내말씀드리겠습니다선내출입금지구역에들어가거나선내설비를조작はい、釜山港出港して、こちら釜山港大橋ですね。お手先ほど釜山港出港いたしまして、ただいま対馬海峡西水道博多港へ向け順調に航海中です。本日の航路上天候ですが、おおむね曇り、波の高さは約 1.5 メートル程度の予報を受けております。はい、ビジネスクラスはですね、こちらのアルコールとソフトドリンク、それとね、ソフトクリームも、2個まで無料ですね。なので、これと今、アイスコーヒーを頼んでます。福島ですね、これ、光があって結構神々しいです。定刻より約15分遅れで到着する見込みでございます。お急ぎのところご迷惑をおかけいたしますが、安全航行にご理解いただきますようお願い申し上げます。はい、クイーンビートルの、ビジネスクラスのトイレですね、こういった感じになっております。もちろんですね、もうウォシュレットが標準装備になっております。高校ですね、後部デッキ行きました。このようにですね、4本だったかな、ジェット推進が見えますね。これが船のこの速力の源というわけですね。はい、もうすぐ博多湾に入るところですね。19時5分です。下船の許可が降りたということで、これから下船したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで博多港に到着いたしました。福岡県博多港に到着しました。釜山からここまでではですね、今着岸検疫で30分弱ぐらい待たされまして、所要時間はだいたい4時間ですね。3時間半で時刻表ではつくんですけれども、ちょっと遅れて、一応4時間5分ですね。ですのでちょっとね、遅れることも見越してちょっとね読んでおいた方がいいかと思います。
じゃあですね、博多港到着いたしました。でですね、今時刻はもう19時15分ということで、まあ、7時回ったんですけれども、このままですね、東京に行くことっていうのが、まあね、飛行機を使えば行けます。飛行機だと8時20分ぐらいが確かね、最終で、羽田行きっていうのがあるんですけれども、新幹線の最終、博多発東京行きののぞみ号はですね、確か現時点で18時59分だったと思いますので、ですね、ここから陸路のみというかね、飛行機を使わないでというのはもう無理ということになってしまいます。で、たとえ遅れなかったとしても、かなりギリギリな時間での到着となります。で、実際ね、クイーンビートルの方も、新幹線の予約はちょっとやめた方がいいんじゃないかっていうふうにはね、あったりしますので、今回はここ博多で一泊いたします。まあね、2泊3日でソウルから飛行機を使わないで東京まで帰るということになってしまいますけれども、今回はですね、博多でちょっと宿を取っておりますので、このままホテルの方に行きたいと思います。なんとか日本の方に到着いたしました。あとはですね、明日博多から東京まで新幹線で戻りたいと思います。じゃあね、ちょっと博多市内、博多駅の近くにホテルを取っておりますので、移動します。はい、でですね、今回はですね、ビジネスクラスの料金で、9000円プラスサーチャージとかで4300円かな、合わせて1万3300円だったんですね。ただですね、エコノミーもちょっと、ね、値段が上がってしまってまして、運賃が8000円だったんですね。まあサーチャージとか入れても1万2300円、まあ、その差が1000円だったので、まあ、いろいろなサービスが、ね、つく今回ビジネスクラスのっていうのを選択させていただきました。まあね、結果としていろいろお土産がついたりとか、ね、飲み物ただだったりとかで、結果すごく良かったなと思っております。はい、じゃあね、博多駅近くまで移動します。そうですね、博多駅まではね、バスで移動しましょう。スイカ使えるのかな。とりあえず博多駅方面というバス停に来ました。時間とかちょっと、ね、全く調べてなかった。雨降ったのかな、ちょっと地面濡れてますね。天神方面、博多駅の方がいいですね、今回は。はい、博多駅まではですね、連接バスですね。結構な需要を見込んでるのかもしれないですね。はい、時刻は19時26分、このバスの定刻で出発です。はい、博多のビジネスホテルに入りました。明日のお昼前ぐらいに、ここ博多を出発して、最終目的地の東京に帰りたいと思います。じゃあ今日はここまでです。じゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。博多の朝ですね。ちょっとね、雨降った後みたいなんですけども。さあ、これからですね、新幹線で東京駅に帰りたいと思います。ソウルから、ね、飛行機を使わずに帰ってるわけなんですけども。もう2泊してもね、3日目ですね。はい。それじゃあ、博多駅の方に行きたいと思います。はい、博多駅の筑紫口から入ります。そうですね、ちょっとお土産と、あとですね、もうお昼前なんですけれども、ちょっとお弁当とかね、買っていきたいですね。はい、こちらですね、のぞみ26号東京行き、13番線からですね。じゃあ早速ね、もう中入っちゃいましょうか。まだね、20分前ですけども。はい、スマート EX でもうね、予約は来てあります。はい、こんな感じですね。まだ出発の20分前ですけども、やっぱりね、飛行機いつも乗ってるとなんかもう2、30分前でそわそわしちゃうんですよね。これにしますかね、柏飯。お土産もね、お弁当もとりあえず入手しました。さあ、これから今回の旅で一番の長い区間ですね、5時間弱、東京まで向かいます。はい、ホームに上がってきました。これですね、次の13番線、車両はN700A、スモール A の方ですね。他の人の動画とか見てると、ちょっと微妙っていうのはね、よく見えるんですけれども、はい、これで、乗り通しですね、ここから、この始発博多から終点東京駅まで乗り通していきます。逆でしたね、14号車、こっちですね。
かなり先頭に近いんだったっけかな。そうですね、まだね出発まで15分ぐらいあります。まだ車内清掃を行っているようで、まだ乗車はしてない、乗車はできないのかな。はい、今回こちらですね、スマート EX 利用しまして、ちょっとね早めに予約をしておりました。で、東京までの乗車券、特急券合わせて1万7000いくらね、そのぐらいだったと思います。普通に買うとね2万3000ぐらいするのかな。でかなりねちょっと割引が大きかったなという感じで、1万7000ぐらいで東京へ向かいます。はい、今回乗車するの14号車ですけれどもね、ちょっと時間あるんで、新幹線の先頭車両を見に行きましょうか。今回ね、台湾高鉄も KTX も実はね先頭車両がほとんど取れてなかったりするんで、せっかくなんでちょっとね一番前まで行って先頭車両を取ってきましょう。16号車東京向きのね先頭車両ですね。おお、かっこいい。はい、こんな感じ。こっちが先頭だよな、多分。そうですよね。ちょっとね新幹線乗り慣れてないんでね。はい、これに乗って東京まで向かいましょう。はい、今回ですね、ソウルからの飛行機使わないで東京まで帰る、帰国するっていう感じですけれども、まあ、3レグ目というかね3本目、東海道山陽新幹線でここ博多から東京まで向かいます。時間としてはね5時間弱ぐらいなのかな。ここから博多からね東京まであまり乗り通す人っていうのはね実際あまりいないようですね。9割以上は飛行機を使うっていうデータは出てるみたいなんですけれども、まあそうですよね、飛行機だったら2時間かからないで行くわけですから、まあ、空港までの移動、まあしかもですねここ博多っていうのはね福岡空港が地下鉄でここから2駅で行けますからね、そういったことを考えるとやっぱり飛行機需要の方がどうしても大きくなるんじゃないかなっていう感じで、そんな中あえて今回は陸路で飛行機 YouTuber が新幹線で帰ると、そんな感じです。ソウルからの最終区間ですね。本当はですねもっとね短い区間で時間でね行けると思うんですけども、それぞれ釜山と博多で1泊してますんでね、結局この予定自体でねもう2泊3日というような感じになってしまっています。はい、じゃあねそれでは最終区間そろそろもうぼちぼち乗車できるのかな、ね、東京まで5時間長いな、香港行けるな、はい、ハノイ行けますね飛行機だったらね。じゃあねちょっと乗っていきたいと思います。5の E ですね。2列の方の窓際、新幹線は普通ですけど、普通席ですけどやっぱりね前後ピッチは広いですね。まあ台湾高鉄とやっぱりねほぼ一緒でしょうね。まあコンセントが、ね、窓側についてるっていうのがいかにいいのかな。正直 KTX より全然広いですというかね、今回 KTX がね車両幅的にも一番狭かったのでね、それはしょうがないんですけれども、で年代的にも KTX の古いのかな、どうなんだろう。はい、11時36分、博多駅を出発です。出発してから6分足らずです。
通過15分14分かで、もう小倉に到着ですね。もうこの小倉を出ると次は新山口ということで、九州を離れることになります。というふうに言われました。ちょっと開けてみましょう。もうね、10分ぐらい買ってから経ったんで、いくらか味が柔らかくなってる。もうね、食べられそうですね。1時間半ぐらいですかね、岡山駅に到着になります。14時3分ですね、約2時間半で新大阪駅に到着です。放送でもありました通り、ここまでが JR 西日本の管轄ですね。こちらで乗務員さんも交代を行われるということで、こちらからはですね JR 東海の管轄に移ることになります。ここから東京駅までは JR 東海です。距離的にも時間的にもちょうど半分といったところでしょうかね。ここでやっと折り返しという感じですね。新大阪に到着です。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。通所の喫煙ルームは3号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。
10時56分名古屋に到着です。ここですかね、あの有名な美味しい新幹線ホームのきしめん屋さんで、まだね行ったことないんですよね。はい、新富士を通過しましたね。本来ならこのぐらいの方角に富士山が見えてるはずなんですけども、今日はねちょっと無理ですね。電車ですね、もう折り返し回送車庫に入るようですね。はい、もう5時間弱4時間、57分かな、東京駅に到着です。はい、このようにですね、もう線路、東海道新幹線の線路はこちらまでとなっております。The train arriving at track number 19 is Nozomi 51, bound for Hakata via Kyoto. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available.はい、これでですね、東京駅に到着しました。東海道新幹線、こちらで終点となります。博多からの距離、1170キロぐらいですかね。今回ね、ソウルから3つの、交通機関乗り継いで飛行機を使わずにやってきました。距離で見ていきますとですね、ソウルから釜山までが約330キロ。そして釜山から博多、こちら船ですね、航路の方が約200キロ。そして今乗ってまいりました博多から東京の東海道山陽新幹線、こちらが1170キロということで、合計した距離が約なんですけども1700キロの行程を飛行機を使わずにやってまいりました。普段ですね、ソウルから東京、羽田、成田などは飛行機でですね、まあ、2時間ちょっとぐらい、2時間半ぐらいでね飛んでくるわけなんですけれども、まあね、
おそらくトータルで20時間かかるかかかんないかぐらい、そのぐらいだと思うんですよね。はい、そういった感じでやってきました。今回はですね、まあ、途中接続の問題などもあってね、2泊3日ということでやってきましたけれども、やっと東京に到着ということになります。はい、それではですね、今回飛行機を使わずに陸路で、まあね、船も使いつつソウルからここ東京までやってきたという動画を撮ったわけなんですけれども、今回ですね、まあ、いつも飛行機私よく使うんですけれども、どうしてこういったものをやったかというとですね、まあ、私も友達でですね、実際飛行機に乗れないっていう人もいるんですよね。体のね、そういった問題で飛行機に乗れない方ってのね、実際にいるわけで、そういった方もですね、海外旅行できるんだよっていうことね、まあ、そういった方多分これの動画ね、見ないかもしれませんけれども、まあね、一応ね、飛行機を使わないで一応海外にも行ける、まあ、帰ってくれるっていうことをね、一応今回やってみたくこういった動画を撮らせていただきました。東京から博多まで約1700キロですね。はい、こちらの方やっと到着でございます。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram の方やっております。そちらのフォローとチェックの方ぜひともよろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価をいただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。次はきっと飛行機の動画です。それじゃあバイバイ。